マジ？ガチ？鬼の形相です。あ、ちょっと待って。シーズン1、ヨシキソータとヒカルです。はい、はい、今日の企画はですね、そうなんですよ、今日まだね、ヒカルにちょっと言ってなかったんですけど、はい、手料理をおもてなししたいと思います。イエーイ、はい、初めてなんだけど。そうなんですよね、ちょっとね、まあ、いつも結構まあ、ヒカルの方が手料理を結構作ってくれるんですけど、まあ、ちょっと作りたいなと、今日はやっとやっと結構親とかも料理の免許持ってたりしてるんで、うん、まあその血がちょっとあると思うんで、あ、もう才能にかけるって感じ。まあそうだね。え、今日ほんで何作ってくれるん？今日は、まあヒカルちゃんが、ヒカルちゃんがいきなりヒカルちゃんがですね、うん、大好きな、うん、オムライスを作っていきたいと思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう。さすが。まあ本気でちょっと頑張りたいと思います、今日は。あのね、まあ、いつもの感謝をちょっと込めて、愛情を込めて作っていきます。はい、ということで、はい、おかずキッチン第1回、よっしゃ、せーよっしゃ、テンション上がってる、テンション上がってるよ、その、この子。せーの、やってみよう。はい、ということでキッチンの方に来ました。じゃあ手から洗いますね。はい、はい、そしたらですね、レシピとか何も見てないんですけど、じゃあ行ってみましょう。じゃあヒカルはもうレシピとか何も言わないでいいの？あ、もう全然。もう太田くん一人で作って。そう、もう本当に自分の力だけで作る。はい、あのね、まずね、ウインナーとちくわを切りたいと思います。切ります。うわ、なかなかいいですね。まあさすがにね、遺伝というかね、遺伝、料理で結構入れるね。いや、言ったやん、だから結構多い。これで一人分ぐらいでしょ。マジ？ウインナーみんな好きでしょ。こんな感じだね。すごいよこれ、二人用の。はい、ちくわ。はい、いいね、ちくわ。お、いい音。おぉうわまあまあまあ、ちょっと怖い怖い怖い。いや、俺普通にできるよ、マジで。え、みんな、おい、みんな。いいね、料理男子。できるよ、俺、普通に。言うて。おかずキッチンだからさ。おかずキッチン。これからね、好評だったらやっていくから。ね。みんな。おかずキッチンシリーズ化してほしいってコメントしたら、おたくんが作ってくるらしい。そう。で、ヒカルもそれ食べれるし。そう。ご飯を入れます。はい。はい、おー、いいね。お、おー、はい。おー、ちょっとここに音これコツはね、コツあるんだよ、これ俺お父さんから教えてもらったんやけど、ね、このまま反転させるようにやる、手首で。おお、これだと思うな。もうこの辺でじゃあケチャップ入れちゃおうかな。お、ケチャップいけますか。これ入れすぎるともう取り返しがつかないんで、最初はもう薄っていうぐらいからやっていくのがコツです。なるほど、で、男子料理はね、モテますから。モテるんならやりますね。え、モテる必要あるんですか、なんか。まあまあまあ、やっぱりありますね。何笑ってるんですか。これね、ケチャップ入れすぎちゃうともう全部がね、もったいない。で、ちょっと塩コショウここで入れます。はい、これもあんま入れすぎるとダメなんで、ちょっと。うおっと、はい、こんな感じで OK ですかね。おぉ、うわ、卵大事だね、これ。そうなんですよ、卵で結構かかってくるんで、勝負が。はい、じゃあということで、ご飯ができたので、次はもう最後の卵を入れていきたいと思います。大事だよ、卵。これは大事だね。じゃあ油をちょっとだけ。じゃあ卵を割ります。とりあえず、とりあえず3つでいきます。これ片手でもできるんだけどね。一回やってみて。いくよ。うん、おお、え、入ってないじゃん、すごっ。 あれ、まあ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 、え、すごっ。これを入れると卵がふんわりします。なるほど。で、そう、塩コショウも入れちゃいます。はい、なるほど。頑張れ、卵、君ならできる。来てる来てる。あ、そう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 、もう混ぜないでいいかも。ほっ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 、おぉ、まあ、折りたたんで、はい、反対も。うわ、あ、やばい。頑張れ。そう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 、ひっくり返すんやろ、これ。うん、これ俺のテイクか。テイク、何テイクってな。これちょっと、フォーメーション悪いな。あ、あ、来た。いきます、いくよ、みんな。せーの。あ、ちょっと待って。やばい、やばい。待って、もう一回いくよ。もう一回、せーの。あ、ちょっと待って、変わんないんだけど、これ滑らできたよ。滑りが悪くて、やばい、火通り過ぎてるよ。やばいやばいやばい。乗せるじゃん。乗せます、もう。そう、こういうことね。おおおお、こういうことだよ。いいんじゃないでしょうか。頑張れ。もうちょいだ、お前、お前、生まれる、卵、生まれる。どうですか。すごいすごいすごい。いきます、みんな見ててください。
いきます。あ、でもこっちはすごいこっちはでもできてる。もうね、ちょっともうちょっとね、悔しいわこれ。でもちょっとまあまあ悪くはないよね。でもえ、いいよ。どういいと思う。じゃーん、じゃーん、こんな感じです。たくんのオムライスです。オムライス、はい、こんな感じかな。完成です。イエーイ。オムライス、ちょっと汚いけど。じゃん、じゃん。どう、うまそう。美味しそうだよ。はい、じゃあということで、まあ俺の分もあるんですけど、とりあえずヒカルにね、まだあったかいうちに食べてもらいたいと思います。はい、はい、ということで、美味しそう。こんな感じだね。オムライス、めちゃめちゃ美味しそうなんやけど。ちょっと悔しいけど、まあでも、でもさ、まあいいかな。いいよ、どうぞ。やばい、彼氏の気分。彼氏の気分彼氏が彼女の手料理初めて食べる気分。あ、そういうこと。どうぞ。いただきます。怖っめっちゃにやけてるやんにやけが止まらない。いける。ちょっとね、もうちょいね、卵をね、早くやってればもうちょいトロトロだったんだけど。でも、カル、卵さ、うん、火取ってる方が好きだよ。よかった。まあ、案外うまくできたかな。おいしい。イエーイ、大成功ですね、大成功。キッチン、次何作ってもらおうかな。まあ、なんでも。ラザニアとかラザニア、結構マニアックな気分はい、ということで、今ね、ヒカルに作ったんですけど、俺の分がね、まだ実はね、卵をやってないんですよね。それを今ヒカルにちょっとやってもらいたいと思います。お手本、まあおまけということで。料理やってる身としては、うん、負けてられないです、ね。あ、そうです。まだかかってないんですよ、卵が。いや、これちょっとね、さすがっていうとこ見せてほしいね。さあ、最後決められるのか。さあ、かき混ぜの勝負。そんな早いんだ。鬼の形相ですね。この絵すごいんだから、これもうもう大暴れ。おお、やっぱりすごいな。おお、手を使う、やっぱさすがです。オムレツっぽい。さあ、いけるか。ガチです。おお、スムーズです。入りました。はい、ということでお願いします。いきます。はい、ヒカルキッチンはね、やっぱりちゃんとしてないとさ。はい、来ました。うわ、うまっ。あ、ちょっと重いな。おお、あれ、光るし、あれ、光るし、ちょっと崖がちょっと割れちまったように見えてるんですけど。まあ、まあでもすごい、ね、でもやっぱふわふわ感出てるね、やっぱ中とか見えるかな。じゃん、さすがですね。はい、ではおたくん、はい、食べましょう。食べましょう。はい、いただきまーすうまい。めっちゃふわふわしてるわ。うん、おいしそう。ちょっとね、ういういしい感じやってみる。うん、ういういしい感じ、うん、じゃあ、うん、付き合って、うん、初日に彼女が作ったご飯だと思って。あ、俺、そう、演技俺いけるんで。よーい、あっちゃん、あの、うん、ちょっと、はい、ごめんね、ちょっと LINE が来た。 LINE が、誰、ごめんね。誰、あの、パパ、パパ、うん、パパ、しょうがないね。パパ、ちょっと早いかなと思ったんだけど、3日目でご飯作ってみたんだ。ちょっと食べてもらっていいかな。え、俺のために。そう。え、ありがとう。え、どうしよう、でもちょっと早く食べてもらわないと冷めちゃうから、うん、ごめん、ひかるちゃん、うまいうまい早い、ちょっと味わった。はい、よし、どうぞ。最後の一口いきます。ちょっとでかかったか。うん、美味しかったです。ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、オタキッチンを開催したんですけども、はい、意外とね、美味しく、初回から意外と、意外と、なんかもっとできひんかと思ってた。うん、だからこれからもっと違ういろんな料理に挑戦するオタくんの様子をドキュメンタリーでお届けしたい。どういうことどういうことマジで。はい、皆さんぜひ乞うご期待ということで、作ってほしい料理も募集してます。はい、ということで、以上、オタとヒカルでした。バイバーイ。